夢と絆、メンバーの思いが込められた歌詞に感動。平成ジャンプの歴史を感じる。壁を乗り越えて共に進む、歌詞に込められたメッセージに涙。2024年9月22日、全国の、平、hey、い、ジャンプファンたちは、その特別な瞬間を待ちわびていました。CDTV ライブライブの生放送で披露された新曲、UMP は、 テレビでフルサイズが初めて公開されるということで、メンバー自身が選曲や制作に携わった楽曲がどのような形でパフォーマンスされるのか、期待と興奮で胸が高鳴っていました。番組が始まる前から SNS 上では熱狂的な反応が見られ、ハ hey, s, y, j, u, m,「ハッシュタグ #hsyjump」や「h s j ュタグ h s j u m p といったハッシュタグがトレンド入り。ファンたちは、UMP をフルサイズで聴けるなんて最高。 今夜のパフォーマンスが待ちきれないと次々にコメントを投稿していました。そして、いよいよその瞬間が訪れました。画面に映し出されたメンバーたちがステージに登場すると、会場は一気にエネルギーに包まれ、彼らの姿に心を奪われるファンたちの歓声が想像以上に広がっていくような感覚がありました。UMP のメロディーが流れ始めると、その楽曲が持つ力強いビートと感動的な歌詞が視聴者の心に響き、 パフォーマンスはまさに圧巻の一言でした。メンバーたちの息の合ったダンス、力強い歌声、そして緻密に計算されたフォーメーションが、一瞬たりとも目を離せないステージを作り上げました。UMP は、メンバー全員が制作に携わり、一つ一つのフレーズに思いを込めて作り上げた楽曲です。そのため、歌詞やメロディーには彼ら自身の成長や経験が色濃く反映されています。特に、 UMP のテーマは、夢を追いかける勇気と、仲間との絆であり、それはまさに今までの、兵、hey、い。せい。ジャンプの歩みそのものを象徴するものでした。長年にわたり共に活動を続けてきた彼らだからこそ、その歌詞に込められた、夢を追い求める力や、仲間と共に歩む大切さが、ファンの心に深く訴えかけるものとなりました。さらに、パフォーマンスの中でひときわ目を引いたのは、 彼らのダンンススパフォーマンスです。ヘイ、セイ、ジャンプのダンスは、常に進化を続けることで知られていますが、今回の UMP ではさらに一段と洗練された動きを見せてくれました。振り付けには、彼ら自身がこれまでに培ってきたスキルや表現力が凝縮されており、特にメンバー同士のシンクロ率や一瞬一瞬の表情の変化は、まるで一つの物語を見ているかのような錯覚を覚えるほどでした。 視聴者からは、ダンスが本当に美しくて感動した、全員の動きが完璧に揃っていて鳥肌が立った、といった声が寄せられ、その瞬間が多くの人にとって忘れられないものとなったことは間違いありません。CDTV ライブライブの公式アカウントには、多くのファンからの感謝のメッセージや感想が殺到しました。Hey!Say! ジャンプのフルサイズパフォーマンス、本当に最高でした。 涙が止まらないくらい感動しました。彼らの成長を感じられる素晴らしいステージでした。といったコメントが次々に投稿され、その熱気は放送終了後も冷めることなく続きました。それはまるで、彼らのパフォーマンスによって一夜にしてファンたちの心が一つに結びついたかのような、まさに、夢を共有する瞬間だったと言えるでしょう。また、UMP のパフォーマンスには、 メンバー自身の個性やキャラクターが随所に現れていたことも大きなポイントです。特に伊能圭さんが髪を結んで登場した姿や、山田涼介さんの力強い表情は、多くのファンにとって印象深いものでした。彼らのパフォーマンス中に見せる笑顔や真剣な眼差しは、画面越しであっても伝わるエネルギーがあり、視聴者はまるで彼らと同じ空間を共有しているかのような臨場感を感じることができました。しかし、 こうした圧倒的なパフォーマンスが実現するまでの背景には、彼らの絶え間ない努力や挑戦が存在しています。実際に、UMP の制作過程では、メンバーたち自身が楽曲のアレンジや振り付け、衣装選びに至るまで積極的に関与し、何度も試行錯誤を繰り返してきたといいます。その結果、完成した楽曲とパフォーマンスは、まさに、平成。 ジャンプ自身の魂を込めた作品となり、ファンたちに届けられることとなったのです。UMP の歌詞の中には、どんな壁も乗り越えていこう、仲間と共に進む、というメッセージが込められており、それはこれまでの彼らの歩みとリンクしています。デビューから数年がたち、個々のメンバーがそれぞれの道で経験を積みながらも、決して仲間を忘れずに共に歩んできたという事実が、この楽曲を通して伝わってきます。それは、 ファンたちにとっても彼らとの絆を再確認する瞬間であり、また新たな一歩を共に踏み出す勇気を与えてくれるものでした。今回のパフォーマンスをきっかけに、ヘ、hey、いせいジャンプーはこれまで以上に多くの人々にその魅力を伝え、さらに大きな夢を追い続けていくことでしょう。彼らが UMP を通じて届けてくれたメッセージやパフォーマンスは、今後も多くの人々の心に残り続け、 彼ら自身の成長とともに新たな物語を紡いでいくことが期待されます。そして、へい、せい、ジャンプーがこれからも自らの道を切り開き、ファンと共に歩み続ける姿を見守ることは、私たちにとっても一つの大きな楽しみであり、希望でもあります。彼らが次に見せてくれる景色はどんなものなのか、その瞬間をともに迎えるために、これからも彼らの歩みに寄り添い続けたいと思います。 UMP のパフォーマンスを通じて感じられたのは、まさに、ヘイセイジャンプとファンたちの絆の強さと、彼らの音楽が持つ力です。これは、単なるアイドルグループの楽曲披露にとどまらず、彼らが積み上げてきた歴史と、応援し続けてくれたファンへの感謝、そしてこれからの未来に向けた決意の表れでした。そのため、この夜のステージはファンにとって、ただの音楽番組を超えた、 特別な瞬間として心に刻まれたのです今までも「へ、hey、い」「せい」「ジャンプ」は何度も変化を遂げながら自分たちの音楽やパフォーマンスを進化させてきました時には困難に直面しながらもメンバー全員が一丸となって乗り越えてきたことでしょうその姿勢が彼らを応援するファンたちにとって大きな勇気や元気を与え自分も頑張ろうという気持ちを引き出してきました そして今回の UMP は、そんな彼らのこれまでの努力や経験を集大成として表現した楽曲であり、視聴者一人一人にとっても自らの人生に照らし合わせることができるようなメッセージが込められているように感じます。また、このパフォーマンスを通じて見えたのは、メンバー同士の強い絆と信頼関係です。彼らが長い時間をかけて築き上げてきた友情や連帯感は、パフォーマンスの中でもはっきりと感じ取ることができました。 特に、振り付けの一つ一つに込められたメッセージや動きの中には、互いを支え合い、励まし合う姿勢が見て取れ、それが、へ、hey、い。せい。ジャンプーがこれまで多くの困難を乗り越えてきた証でもあります。その結果、パフォーマンスがただのダンスや歌唱だけではなく、メンバー全員の感情や思いが一体となった、表現として完成されたのです。ファンの中には、 UMP を聞いて涙を流したという声も多く寄せられました。それは、おそらく、へ、hey、い。せい。ジャンプがこれまで積み重ねてきた活動や、彼らと共に歩んできた時間、そしてこれからも続く未来への期待と重なったからこそ、心に響いたのだと思います。特に、メンバーたちが画面越しにファン一人一人に届けるような視線や笑顔は、何度見ても新鮮でありながら、 どこか懐かしさを感じさせるような温かさがありました。それは彼らが常にファンの存在を大切にし、感謝の気持ちを忘れないからこそ生まれるものであり、その姿勢こそが彼らの魅力の一つであると言えるでしょう。h e y s a y <Hey. S 1> ンプのパフォーマンスは彼ら自身の成長や努力を示すだけでなく、私たちにとっても大切なメッセージを届けてくれる存在です。彼らが、 UMP を通じて語りかけてくれる、夢を追い求める力や、仲間との絆の大切さは、日常生活の中で忘れがちな大事な価値観を再確認させてくれます。そして、彼らの活動を通して感じることができる、挑戦する勇気や、前に進む力は、私たち自身の人生においても大きな励ましとなるのです。これからも、へい、せい、ジャンプは、新しい挑戦を続け、 さらに多くの人々に感動や元気を届けてくれることでしょう。そして、彼らと共に歩んでいくファンたちの声援や応援は、彼ら自身にとっても大きな力となり、次のステージへと導いてくれるに違いありません。その未来がどのようなものになるのか、どんな新しい景色が待っているのか、私たちは彼らと共にその瞬間を迎えることができることを楽しみにしています。UMP という楽曲は、へ、hey せいジャンプにとって新たなスタートであり、ファンと共に歩む新たなショーの始まりです。そのパフォーマンスを見た多くの人々が、また彼らと一緒に夢を追いかけていきたいと感じたように、この楽曲はこれからも多くの人々に希望と勇気を与え続けるでしょう。そして、彼らの成長や進化を見守りながら、共に歩んでいく旅路は、きっと多くの奇跡と感動に満ちたものになるはずです。 これからも彼らの活動を見続けることで、私たちは彼らから多くのことを学び、そして新たな夢を見つけることができるでしょう。その夢の一端を共有しながら、私たちもまた、自分自身の物語を紡いでいくことができるのです。そして、へいせいジャンプーがこれからもさらなる高みを目指して飛躍していく姿を、私たちは心から応援し、共に歩んでいきたいと願っています。 ファンにとっての UMP のフルサイズ初披露は、単なる楽曲の公開を超えた、心の奥深くに刻まれる特別な瞬間となりました。それは、へ、hey、い、せい、ジャンプとファンとの絆がより一層強く結ばれた瞬間であり、これからの未来に向けた新たなスタートでもありました。その一夜が、これからも長く語り継がれるであろう、最高のパフォーマンスとなったことに、ファンはもちろんのこと、 メンバー自身もまた、深い感謝と喜びを感じていることでしょう。